おはようございます。釣り具真実代表ヒーロー黒木です。本日はですね、今葛西臨海公園駅に来ております。暖かいですね、今日はね。だいぶ汗かいて、コートちょっと暑かったですね。今日はですね、4年生100名ですね、対象に頑張ります。でスタッフがですね、今回ちょっといろいろと予定が重なってしまいまして、私含めて3名となりましたけども、ちょっとですね、人数多い分、PTA の方にもちょっとお手伝いいただこうかなと思っております。スタッフが揃いまして、出発したんですけども、私はどうも時間を間違ってまして、ちょっと間に合いそうにない気がします。タクシー拾います。結局、歩くことになりました。あと5分ぐらいで到着予定です。学校プロジェクトの前のですね、イベントが今終わったみたいで、どんどん人がですね、移動しております。今日はですね、担当者の方もですね、すごくいい雰囲気でして、また学校の先生の先生方もすごく雰囲気が良くてですね、すごく盛り上がりそうだと思いますね。やっぱりですね、担当者の方とか学校の先生方の感じでですね、その学校プロジェクトが盛り上がるかどうかって決まってくるんですよね。で今回はすごく活気があるような、学校プロジェクトになるんじゃないかなと思います。まあ、時間は短いですけどね、しっかりと頑張って伝えていきたいと思います。はい、子どもたち、並びましたね。もうスタンバイ OK です。間もなく呼ばれます。しっかりと、学校プレスの、子どもたちを守るための護身術を伝えてまいりたいと思います。では、ご紹介いたします。天護神護身術なんですね。用意いたしましょう。ヒーロー黒木さんです。拍手をどうぞ。護身術は逃げるための方法です。だけど気持ちまで逃げたら逃げます。いい。そして気力、お前に負けないぞっていう強い気持ち、気力を振り絞る方法を、伝授したいと思います。で参ります。せーの。はい、でここをさすります。しっかりとこのタンデムを意識しやすくするためね。でここをこの下腹ね、膨らませてうわーって言うとすごい強い声が出ます。ちょっとやってみましょう。はい、さすって、はい、膨らませて、はい、せーの。Thank you.
感じで捕まえる。真似でいいです、最初は。捕まえる。